ちは、東洋大学経済学部総合政策学科の、動画の、紹介シリーズの第2回です。私は総合政策学科教員中の松原悟です。で、第2回目のゲストは渋沢先生に来ていただきました。ちょっと自己紹介お願いしましょう。こんにちは。同じく総合政策学科の教授をしております渋沢です。私の専門は今ちょうどこういう動画配信を始めてますけれども、まさにこういうその情報に関係する講義を学生と一緒に楽しみながら、ゼミで楽しみながらやっています。第2回目のゲストということで大変貴重な機会をいただきました。ありがとうございます。で、総合政策学科経済学部の中の一学科で、やっぱりちょっと分かりにくくて、受験生とかその保護者の方も迷っているところもあると思うんですが、アドミッションポリシーっていうのがありまして、どんな学生に来てもらいたいか、こういうことを考えている人どうぞうちの学科に来てください、こういうことなんですが、ちょっと読んでみますと、社会の動きに対して積極的な関心を持ち、そこに見られる諸問題を広い視野の中で的確に把握し、多角的なアプローチによってその解決策を考えてみたい人。これどういうふうに考えてるんですか？一つはちょっと言葉としては多分分かりにくいと思うんですけれども、単純に言うと、やっぱり今の世の中は一つの見方からだと答えがなかなか出ないので、やっぱりその名前が総合政策っていうようについてますので、いろんな専門家が用意されている学科で、答えを複雑な世の中の中で答えを見つけていこうと、そういうことだと思うんですね。だから単純に何か勉強してみたいというよりは経済、はい、やっぱり現実の問題について積極的な関心を持って、あと具体的な解決策まで考えてみたいなというふうに考えている人、ぜひ来てくださいと。それから2番目、社会科学を中心とした幅広い分野を学ぶとともに、そのカリキュラムポリシー、これは公共政策分野とか社会労働、それから渋沢先生が専門の情報とか環境、こういうところをやっていきますよと、こういうこと でそれを具体的に卒業論文で、まとめていくだと、こういうことですね、はい。卒業論文、例えば渋沢先生のゼミだとどんなテーマがありますか？やっぱり情報分野をやってるので、学生の大半は、IC カードとかですね、あと、具体的に言うと IC カードをどう使って外国の観光客を増やしていくとか、そういうその問題提起をした卒業論文を書いたり、あとはやっぱり最近ではスマートフォンですね、スマートフォンの経済効果みたいなことを論文に書く学生がすごく増えてます。僕のゼミは結構ユニークで、今年のこれから書く学生は可愛いってなんだろうっていうのをテーマに選んだ。その時代時代で可愛さって違うし、あとそれがどういうその経済効果とかね、もたらすかみたいなやる学生があって、いろんなテーマで、自分で勉強してくると、こういうことですね。それから例えば4番目、解決能力とコミュニケーション能力を鍛え、社会人として求められる資質をバランスよく向上させたい人と、こういうのがありますけど、これどういうことなんですかね？うちの学科は基礎ゼミっていうのに1年生から必修でゼミをやっていて、ディベートとかプレゼンをもう毎週行ってます。で、1年の終わりにはディベート大会をやったりして、やはりそういう意味でのコミュニケーション能力を鍛えていこうということが、カリキュラムの中に組まれているってことです。このことを具体化するために、 やはりそのコミュニケーションというのは講義を受けていただけではダメなので、今お話があったようなゼミナール、ここで鍛えられるのって、でそのゼミナールを、この総合政策学科は全学生の必修にしてますよね。そうです。で、これは大変なことで、先生方の負担が大きいわけですよ。要するに20人ぐらいの少人数を、みんなで、分担して持っているわけですから。 でもそれをやることがこの4番目の、コミュニケーション解決能力、その場でやっていく、でそのゼミで卒論を書いていくと、こういうことですね。この動画シリーズは他のゼミの、ね、学生さんとかの話も、聞く機会を作りたいと思います。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。